ルールは、ね、変更になってますよね、はい、そのあたりも試合中どこかでお話ができればと思います。さあ今日のオーダーご覧いただいています。まずは第1マッチダブルスは木下アビエル神奈川が木原長崎ペア、トップ名古屋は鈴木難波ペアということになります。まあ、トップ名古屋はここまでダブルスは全てこの2人のペアということになります。ただ力さん、はい、この木下アビエル神奈川8勝1敗でチームが勝利している割に特に序盤ダブルスで苦労してました。そうですね、まあ、ただあのシングルがもう圧倒的に強いですから、はい、あのダブルスはねいろいろこのペアリングっていうのはちょっとこうまあ監督も悩んでるそうです、はい、この組み合わせというのが本当試合ごとに変わってますもんね、はい、さあこの後は第一マッチということになりますが、さあ第一試合の主審は笹あたるさん、そして副審が渡辺さんということになります。まあ、やっぱり両チーム、まあ、特に女子 T リーグはこのダブルスが大事になりますよね。そうですね、さあこちら木下アビエル神奈川木原長崎ペアということになります。まあ、この2人ではですねやっぱグランドファイナルを優勝したっていう実績もありますから、はい、まあ、もちろん中国の世界一のペアを倒した経験があるということで、はい、あの実績十分なんですけども練習としてはですねやっぱりもうシングルの試合がもうすごい目白押しで選考会も含めてですね、はい、あのありますからなかなかその練習ダブルスの練習自体は少ないというのが、まあ、一つ気がかりだということは監督が言ってましたね、うん、なるほど。対するトップ名古屋もこの2人のコンビネーションというのを言うまでもない、まあ、逆にあの今季トップの好調さをあのキープしているのはですねこの2人の活躍を置いて他ないんですよ、はい、やっぱりこう若宮監督のやっぱあの戦略としてダブルスともう力のあるこの2人のダブルスを固定してやっぱりそこでの勝率をやっぱり上げていきたいと、はい、ちょこちょこ変えるわけじゃないとやっぱこのあたりがあの功を奏したようにすごい活躍してますよね。そうですね、難波と鈴木が、はい、でここで1点取れるとやっぱ大きいですからね、はい、ここ本当注目の一戦だと思います。鈴木難波のペアで今シーズンダブルスでは4勝をマークしています。木原長崎 VS 難波鈴木ファーストゲイ難波2サーブラップオール。ナンバのサービスに対してやっぱレシーブのねレシーブ力のある長崎から入りましたね。はい、やっぱこうダブルスの試合の時にこの順番っていうのもすごくね考えていくんですよ、はい、どっちからサーブ出すどっちからレシーブいくっていうのをですね、うん、追いつきました。1ワンゴール、いや今ミスしたので 2-0 ですね。失礼。ラリーが続く、ね、これはオーバーです。木原がフォア側に行って体が重なってチャンスだったんですけどね、はい、鈴木もちょっと焦りましたね。長崎のサーブドライブ生きている、うん、これで2オール。いや鈴木が結構ラリーの中でいいボールを打ってるんですけども、はい、取りますね、本当に、うん、やっぱ木原の守備力っていうのは波じゃないですね。長崎、うん、あれですね、うん、体から遠いところを狙って難波もツッツキをしたんですけれども、はい、そこが一番パワー出るところなんですよね長崎は。これはオーバーになりました。逆に今のようにちょっと体に近いところへ、はい、打つことでこう長崎のパワーを封じることができますから、そのあたりがね難波はあの異質な選手なのでチャンスメイクできると鈴木にまたチャンス来ると思います、はい、
さあここで木下アビエル神奈川がリードを奪うということになりました。相手のミスを誘いました木下。この開幕してからのダブルスのペア見てもほぼ2戦連続して同じ組み合わせがないんですね。そうですね、やっぱりこうシングルのね本当試合が多いので、はい、なかなかこうどういうペアリングでやっていくかという練習の時間もね取れないということ、まあ、先ほどお話したでこうあります問題がありますからね。あ、はい、まあ、だからスター選手ばっかりいるっていうのもですね、まあ、そういうことですね。結構この T リーグ団体戦を組むにあたっては結構難しいということですよね。はい、長崎のサーブです。 6-4 キャラ、うん、7点目です。まあ、今ネットインしましたけども木原バックに来たレシーブに対してね回り込んでいきました、はい、こういうプレーを ありながら得意のバックハンドを使うっていう形になると、まあ、木原のいいプレーがどんどん出てきますよね、はい、このバック面これですね、はい、そう8点目が入りました木下アビエル。なかなかね言うのは簡単やるのは難しいんですよ。今の先ほどのように一本前の台から出てきたボールはフォアでしっかり攻めれる距離感も取る、はい、逆にストップされたボールは得意のこのバックハンドで打っていく、うん、難しいところですけどもさすがこのテクニックありますよね、はい、サービスエースです。トップ名古屋は鈴木ナンバーペア、はい、連続ポイント欲しいのでこの2本、はい、1本取った次何か工夫が欲しいですね。鈴木のサーブ、うまく返したーと、ネット。こう逆にこう1本取られた後に工夫を入れたのは木下側だということなんですよね。あ、なるほど。やっぱこのフリックでいって、はい、ちょっと想定外のボールが来て繋いだところはやっぱ連続で攻めていきますからね。チャンスボール、いや長崎のこのバックもかなりパワーありますね。まあ、長崎はこのパワーボールにもともと定評がある選手ですけれども今のは浅いボール、その前はバックサイドへの深いボールとですねやっぱりこうそのパワーボールを打てる範囲というのが非常にこう広いわけですね、はい、ですからこうトップ側としても悩んでしまうわけですよ。だからといってやすやすとこう長崎のフォア側に持っていくのもやっぱ危険ですから、まあ、左利きですしね。だからこれ今はもう長崎のドライブはほぼノーミスですから木原としても非常に、ね、戦いやすい状態であったというのはありますよ ね、 そうですね、はい、さあということで第一ゲームは木下アビエル神奈川が取りました。まあ、トップ側ここちょっと作戦を変えていかなきゃいけないんですけどもね、うん、前半のところでこう本当に鈴木もラリーの中で積極的に力出していったんですけれども、まあ、何しろ木原の守備力が堅かったですから、そうですね、それをやっぱナンバーにいい形で打たせてもらえないんですよね、うん、でそうするとやっぱりどうしても次つないでしまうと長崎のパワーボールが来ると。まあ、ここで今度2ゲーム目になると、はい、相手変わるじゃないですか、はい、でここでねちょっとこう木をてらうようななんかね何かちょっとやり方を変えてほしいですよね。まあ、そのあたりおそらくベンチとも情報交換を ね、 そうですねしていたと思いますしね。第2ゲームに、まあ、備えるトップ名古屋、鈴木ナンバーペアに対しましてこちら木原そして長崎ペアです。長崎トゥーサル、木原トゥーサル、ラップオー。おー、いいボール、オーバーになりました。
いい表情ですね。まあこの2人はですねミユーズなんて言われてますけど本当にね、はい、ニコニコして楽しくずっといくんですよね、うん、今ねあの本当に想定外のいい長いサーブ出してったんですけれども、対応力が高いですね。そうですね、うん、素晴らしいレシーブからの連続です。鈴木梨花ナンバのペアです。トップ名古屋、うん、3点目が木下に入りました。まあ、第1ゲームね、もうお話しましたけども1点取ってさもう1本連続でもう1本ってところで取らせてもらえないですねなかなかね。そうですね、ダーッと、うん、いや惜しいとこでしたけどもね。いやこのお互いがこう人こうダブルスというのは交互に打たなければいけないじゃないですか、はい、このやっぱりダブルスのお互いのコンビネーションというのが本当勝敗を左右しますよね。そうですね、まあ、そういう意味ではこのお互いに右左のペアですから、はい、すごくこう回転はしやすいと思うんですよね、はい、こういう形こういうのですね。で今わりかし名古屋の方がやっぱりもう1ゲーム取られてるので、はい、その交互に打ちながらもですね積極的に攻めていこうっていうところがインパクトに見られてますよね。なるほど、はい、まあ、その辺が戦略の変化、これがうまくいってますね。あっとタイミング合いませんでした。ボール。ドライブ。先ほど1本打ち合いで名古屋取りましたけれどもほとんどこう木下が取るんですよね。でやっぱこれね試合前の練習の時からもう非常にインパクト正確なんですよ早いラリーでも。はい、レベル高いなと思っていろいろ練習見てたんですけれどももうねあの練習見て戻ってきたところからもう渡辺さんそうおっしゃってましたもんね。はい、ですからやっぱこうそういうのがやっぱり試合でもね出せるというのはまあ本当に、まあ、日本のねトップクラス選手だなと。現在2点リードの木下アビエル神奈川です。ナイスボール。追い上げるトップ名古屋です。はい、もうスコア的に言ったらここでもう1本連続ポイントなんですよね。はい、ただ必ず木下仕掛けてきますからチキータということも警戒しながらナンバーは準備ですね。はい、これですね、来ましたね。いや良かった、鈴木のサーブがしっかり切れてましたから、はい、あのまあ、危険性はあるんですよこれ。あのしっかり切ることによってあの長崎により強いチキータをされるという可能性もあるんですけれども、はい、うん、でもそれでサービスエースを取ったということはね結局はプラスになりましたさ、うん、ここで名古屋がどういう風に対応していくかです。そうですね、うん、あこれはオーバー。いや初めての3連続ポイントですからここは勢いに乗る、はい、乗りたいとこですよ ね、 そうですね。まあ、長崎はね先ほどの練習ミスとここで2本ミス続いてますからちょっと自分で注意ですね。あっといいコースでしたね。そうですね、完全に逆つきました。現在2点リードのトップ名古屋。これはナイス、うん、白い歯も見えています長崎美優。
もうトップ側のベンチとしては何としてでも1本取ってほしいと、出なければもうタイムアウト取らざるを得ないっていうなっちゃうかもしれないですからね。うわすごい、これはもうちょっと打ち返すのは難しいですね。いや今のはもうパワフルでした、はい、やっぱりこう要所要所でこうやって木原がフリックを使ってですね、はい、タイミングずらしてくるんですよね。なるほど、おさあ再びリードを作りましたトップ名古屋。レシーブでは繊細なところがあるんですけど、ちょっとこのゲームに関しては木原がサービスがね台から出てしまうことが多くて、本当はこういうところでサービスが台からその前に出て鈴木はうまくレシーブしたわけじゃないですか、はい、でこれ今度は多分短く来るなと、もうしっかり丁寧に出てくるなと、そこを読んでここをチキータに行くとかですね、そういうちょっとこう大胆なこう読んだ攻めが欲しかったですね。今のポイントはやっぱ大体の選手はこうミスした後っていうのはそれをやっぱ修正しようとするっていうのがね、やることですから、はい、今の一本もったいなかったですね。今効果的なチキータですね。いやそれもストレート来ましたからね、はい、難波としてはちょっとコースが読みづらかったです。さあ木下にマッチポイント、次の1点、これもチキータ、ラリーが続く、おお追いつきました、点ゴール。いや木下も決めに行ったボール何回かありましたけどもね。そうですね、難波がよくあの長崎のストレートの攻めを難波がよくあのブロックで返しましたよね、はい、でそこで木原がつないだところをやっぱ鈴木はいいボール打ちました、はい、長崎のサーブ、ほら決めてきた、ゲームカウント1対1、さあ最終ゲームということになります。いやこの最後のこの重心を低くしたこの難波のボールなんていうのは練習量を感じさせますよね、はい、しっかりやってるんだなというのを。いやでも今のはややこう木下に分があるのかなという雰囲気の中で逆転しましたからね。そうですね、まあ、ただ今のゲームに関してはやっぱこうあの長崎木原ペアがこうリードしていく中で途中で、ね、4本 連続得点ということであそこで1回逆転しましたからね、はい、トップ側が、まあ、この流れをつかむというのがあの非常に大事ですよね。でこの今ベンチ映っている中澤監督もやっぱりこうシングルにはほとんど不安がないと、誰が出てっても自信持って送り出せると、オーダーも関係ないというぐらいですね、やっぱりこうシングルに対してあれなんですけど、やっぱダブルスには本当にわからないと、あ、まあ、それがオーダーに現れてるんですね。確かに実績としてもいろいろあるけれども、やっぱこのルールの中では本当にもう安心ということはもう一回もないっていう風に、まあ、確かにそうなんですよね。どのペアも実績からいくとこの木原長崎に対してやっぱり難波鈴木は挑戦というところだと思うんですけれども、はい、ただ向こうあの鈴木難波はずっと組んでますから ね、この T リーグの中でどんどん良くなってますよね。さあ第3ゲームは6オールからデュースあり、これやっぱりもう6オールからですから、とにかくもう攻めて攻めて、そうですね、行かないといけませんね。基本はそうなんですけれども、やっぱここでコース取りだったりとか相手がつないだところをこう読んでいくってこと大事ですよね。はい、難波のサーブ、あー、うん、オーバーになりました。7点目がトップ名古屋に入ります。だこういうことなんですよね。今はだって長崎の得意のチキータで攻めに行っていくんですけども、はい、やっぱレシーブミスだってそのボンミスしてしまうと相手にね点数入っていくのがもう後半ですからね、このゲームの、はい、これ2本ですよ、はい、タイムアウト。さあここで木下アビエル神奈川タイムアウト。まあちょっと
嫌な失点ですね。だからレシーブミス2本でタイムアウトってことはもう第3ゲームスタートしてほぼ1分ぐらいでもうまたタイムアウトになっちゃったっていう感じぐらいなんですよ、今ね。ただそのぐらいだからこのチャンスを逆にこのトップ側が活かせるかですよね、はい、で次この鈴木のレシーブから始まる、で長崎のサービスに対して鈴木のレシーブっていう形になりますから、はい、これ木原はやっぱこう後半の勝負強さっていうのを非常に持ってて、まあ、もちろんチームの信頼も厚いからね、はい、ビクトリーなんかにも起用されるんですけれども、はい、ここで鈴木がどう思い切れるかですよね、木原に読み切られると一気にまた流れこの短い中だけど流れが変わるってことも十分にありますので、はい、まあ、鈴木の思い切りから難波へっていううまく続くとトップの流れ維持できますけども、これがやっぱりシングルスとは違ってダブルスの一つの魅力でもありますが、9点目、いずれもオーバー。またこのストレートへの攻撃に対して難波がきっちりブロックできてるんですよね、はい、先ほどの2ゲーム後半もそうでした。さあ長崎のサーブ、木原がドライブ、そして今度は鈴木のサーブ、うわ返してる、うわすごい、わずかにオーバー。いやーこれ本当にワールドクラスのラリーですね、このバックドライブをカウンターで返して、もうこれも続いて今の難波の、あの長崎に対するバックサイドへの打ったボールっていうのはこれですね、決まっていいんですよ、はい、うん、今のは取るのか取られるのか、大事な第3ゲーム、トップ名古屋1点入ればマッチポイントになります。そうですね、まあ、木原は多分難波のフォア側にレシーブしてここから攻めていくと思うんですよね、はい、アパック緑いった、返している、うわすごい、いや今のは難波が素晴らしい、これ難波が素晴らしいと思うでしょ、最後のボールで、はい、その名アシストがこれ鈴木なんですよ。なるほど、これぐいぐい木原に対して押してる、これも押してる、はい、ね、だから2回押してるから木原が打ってきたボールが全部浅くなってきてるから難波にチャンス来てるんですよね。マッチポイント、反撃なるか木下、うわ今のも良かった、これで11対8、第1マッチトップ名古屋が取りました。いや鈴木の積極的なプレーが、はい、今日はめちゃくちゃ良かったですね、いやこのダブルスの勝利はこの後実際にまた難波が第2マッチ登場しますし、そうですね、はい、さらにその後では総評本もいます、そしてエースの安藤が第4マッチというオーダーになっています。第1マッチ改めて振り返っていかがですか。そうですね、もう第1ゲームを見た感じではもうやっぱりこの木下のエースダブルですね、木原長崎の力っていうのはやっぱ素晴らしいなと、で、まあ、それを顕著に感じたのはやっぱりこうやっぱサービスを持った時のもうセットプレーが圧倒的だったわけですよ、はい、もう 100% ですから得点が、2ゲーム目やっぱりこう最後競っていった中で、やっぱ難波のストレートに対攻めに対しての対応力が素晴らしかったわけですよ。